皆さんこんにちは、カイカイです。本日もまた PS5 の情報を伝えていきます。久々のリークという形ですかね。本日は少々短い動画にはなると思うんですけども、いかんせん重要なものであると思いますので、押さえたいと思います。一応リークでありますんですけども、ブルームバーグというところからのリークとなっておりまして、で、このブルームバーグが言うには、ソニーがですね、PS5 最初初期段階の発売時点で、販売台数は少なくなるであろうということですね。で、本当割愛して話すんですけども、ギュギュギュッとそうスクロールしていってやると、まずコロナの影響ですね。コロナによる影響というのは、ソニーのプロモーショナルプラン、要は、マーケティングですね。そういうふうに影響を与えているんだけども、それらの製造容量っていうんですか、製造できる台数に対して影響を与えられていないと。なので、コロナの影響によって、ソニーの販売台数が限られるということはなさそうということですね。じゃあなぜ、最初の方で販売台数が限られるみたいな話をしていたのかっていうのが、次の場所ですね。で、ブルームバーグ曰く、ソニーは、それらの、製造パートナーに対して、初期段階で、5から600万台を製作すると。初期段階というと、2021年の3月に終わる、年っていうか、フィスカルイヤーって何ですか？学校とかだと学期って言いますけど、学年？3月までですね。2021年の3月末までに、までで、5から600万台制作するということらしいです。これを、他の数字と比較すると、PlayStation 4。2013年に発売された PlayStation 4に関しては、初期段階で 7.500 万台出ていたそうです。ちょっと減っているということですね。これがなぜかというとですね、ここで言っているのは、ソニーが思っているのは、値段が高すぎるせいって誰も買わんだろうと。誰もではないけど、少なくとも PS4 が出てきた段階よりかは、人は買わないだろうという予測ですね。その予測のもと、売れる台数も少ないだろうから、製造する台数も減らそうということで、5から600万台しか作らないということですね。で、この記事で言ってるのは、北米地域だと値段が500ドルから550ドル程度になるだろうというふうに言っていますね。これは、日本円に換算してやると、5万から6万の間ですね。5万以下が理想的でありますけども、5万から6万という値段になりそうという話ですね。5万から6万というと、いろんな人が言ってる、例えば7万以上になりそうとか、そういうあれほどではないんですけども、理想的な数字からは離れた値段ですよね、残念ながら。ただし6万だったらまだ、どうかな、6万厳しいか。ポンと出すようなもんではないですよね、6万円は。その辺は各自で判断するところですけども、私はちょうど学生で、最近他のことにお金かけてないんで、いくらか貯まってるんで、幸い買うことはできるんですけども、他にね、コロナの関係で、例えば仕事に行けなくなって、それでお金が入ってきてないとか、そういう方には厳しいでしょうね。その辺はもう、ちょっと政治的な話になっちゃうんですけど、日本政府がさっさと何とかしろって話ですけども、この動画であまり政治的なことには触れないようにしましょう。で、この値段が高い理由っていうのがですね、ここで言ってるのは、パーツの値段が高いと。シンプルに、ここですね、このスライドに全てが集約されてる気がする。メモリコスト、ストレージコストってありますけども、PlayStation 5、Xbox シリーズ X ともに、250ですね。なので、メモリとストレージ合わせて250ドルかかるんではなかろうかというふうに予測されているということでしょう。高いっすね。要はコンソールの半分程度が、ストレージの値段になっているということですね。実際チップに関しては、これは別にこのリークに含まれている数字ではないんですけども、チップ、だから CPU、GPU とかですね、あの辺はですね、そこまで高くないと思われます。なぜなら、意外とね、TSMC の7ナノメートルっていうのも結構進歩してきておりまして、修率もかなり良いので、その辺はね、値段そこそこ下がってきてるんですよ。しかも、ソニーとかになると、かなり大量に購入してくれる人たちなので、その辺でもね、大量購入ボーナスと言いましょうか、その辺で安くなっているかと思います。全く別のところで、
どちらかというと、PC 関連のハードウェアで言っているところで、もう本当何ナノメートルは、まあ、12ナノメートルとかと比較すると当然高いわけではあるんだけども、みんなが思っているほど高くはないと。っていうふうなことを言っている方がいらしたので、まあ、それと同じで、まあ、PS5 に関してはどちらかというと、チップよりもメモリの方が、まあ、フラッシュ、メモリもチップなんですけども、処理チップじゃなくてフラッシュチップの方が圧倒的に値段に貢献しているだろうということですね。まあ、そんなもんでしょうか。あ、そうだ。で、じゃあこの間にどうするのかというと、っていう、続いての戦略についてちょっと話しましょうか。あまり高いものは人は買いませんので、まあ、その間、お金が入ってこないじゃないか、どうするんだっていう話ですよね。それに関しては、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro を今までと比べて比較的安めの値段で販売していく中で、PlayStation のオンラインサービスに人々を登録させて、まあ、それをメインにお金にしていこうと考えているそうです。まあ、ブルームバーグ大きな会社でありますけども、だからといってリークが全て正確 というわけではありませんので、その辺は、まあ、この辺の正確性が100%神々だね、ごめんね、この辺の正確性が 100% ではないことを理解した上で、まあ信じるかどうかは皆さん次第という感じですけども、かなり面白いというか重要な話だと思ったので今回押さえようと思いました。とですね、締めに入る前にちょっとだけなんか自分語りじゃないけど、最近の状況について話させてください。前回の動画で宿題大変だみたいな話したじゃないですか。で、一応ね、学期が終わるまでの日数とかを計算したってほどじゃないんですけども、2週間で終わります。いや、あと2週間これが続かざるを得ないんですけども、それが終わってしまえばもうちょちょっとまた本格的に動画をポンポン出せるようになっていくと思いますので、どうかぜひそれまでお付き合いください。じゃあ、今回はこんなものにしましょう。気に入っていただけたら、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。このチャンネル、他の動画もいっぱいありますので、気になる方はぜひご確認ください。動画説明にその辺のリンクはありますので、ぜひ見てくださいね。じゃあ、こんなものにしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。